アニアセヤマミダ、本日もよろしくお願いします。今日は、まあ、ストーリーではちょこちょこアップはしてたんですけど、呉本商店さんの新商品チェック、久しぶりに YouTube でやっていきたいと思います。パチ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 っていうことで、もう早速もうとびっきり可愛いアイテムが登場しました。それがこちらでございます。じゃじゃーん、見てこれ。これ普通のヌビバッグに見えるじゃないですか。そう思ったでしょ。はい、はい、そう思うでしょ。見て中、じゃじゃーん、ハングル生地、やばくないこれ。すごい、めちゃめちゃ可愛くって、なんとこれリバーシブルで使えます。じゃーん、見て、可愛すぎるんですけど。すごい可愛いな。これ気分で変えれるのがいいよね。で、今私マイマイカスタム持ってるんですけど、大きさ的にはこんな感じ。うん、プチの方、あ、ミニの方ね。そうそう、コンパクトの方。大きさで言うとこんな感じ。めっちゃ、ちょうどこのサイズは使いやすいサイズ。いや、どっちでも、こっちで持ちたいかな。かわいい。で、これね、お色がありましてですね、今持ってるのがグリーンと、鶴橋の、はい、鶴橋コリアタウンの姫子と、呉本聖子さんです。すいません、申し訳ない、こんな私で。色が、あ、かわいい、うん、全部で 5色。今5色ですね。はい、5色、やばい。黄色と、セレクト5色です。黄色と、はい、選ばれし5色。これが薄い黄色。そうですね、ライムグリーン。ライムグリーン、本当にイエローとグリーンが混ざったような。見て見て、はい、元気イエロー、はい、元気イエロー、はい、元気イエロー、はい、ちょっとターコイズ系の、はい、これがいいな、はい、いいな、ね、ブルー、あ、ブルーも爽やか、はい、そうなんですよ。で、このピンク、ピンク、ホットピンク、はい、やばい、どの色も可愛い、はい、どの色も可愛いですね。やばい、めちゃくちゃ可愛いです、ね、どれも可愛い、はい、本当にいい感じ、はい、夏って感じですね。やっぱホワイトがいいわ、はい、たまらなく可愛いですよね。内側でこう、はい、チラ見せするのもありやし、はい、あのリバーシブルもできるから、はい、わー、あー、どっちも可愛い、どっちもね、はい、はい、どっちももう鼻呪文ですわ、これ、はい、また、はい、もさんの手元のリボンともぴったりです、はいはい、おかわちゃんです。500円で、はい、ブレスレットできます、はい、あ、だからもうぜひセットで、はい、よろしくどうぞ、はい、ありがとうございます。いい感じ、はい、ね、YouTube でまだ紹介してなかったのがこれかな、ペンケースなんですけど、レインボーが一番最初出た時が、これこの筆箱あるやんか、これの10本に1個しかなかったん、このレインボーっていうのが。それがいつでもレインボー買えるようになったので、でもね、本当にカラバリ豊富なんで、まあ、自分の好きなビビッとくるお色を選んでいただいたらと思います。これがリップケース、リップケースになります。かわいい。これってさ、ハンコとかあかん？ハンコでもいいと思う。ハンコでもいけそうやんな、うん、すごい色結構ある、色も、はい、いろいろございます。夏といえば呉本さんのこれですよ、洗えるスリッパ。これが1個300円なんですけど、柄がほんまにいろいろあって、で、裏、はい、こんな感じです。で、もう汚れたらもう洗濯してもらったら大丈夫です、はい、洗濯したら何回でも清潔なままで履くことができます。ここにもあります。ほんまに全部で何種類ぐらいあんねやろ。結構これ探すの大変ですけど、探してみてください。はい、ここ全部夏用の洗えるスリッパとなっております。で、これ私がもうライブ配信してる時に私の後ろに飾ってあるのがこれなんですけど、チョゴリの匂い袋。これただの置物っぽく見えるんですけど、この中がヒノキのポプリが入ってるので、すごいね、匂いがめっちゃよくって、そのヒノキの香りが、なんていうの、落ち着く
癒しの感じになるので、まあ、クローゼットとか玄関とかに置いてもらったらいいかなと思います。しかもセール中です。お得なうちにぜひどうぞっていう感じですかね。あとは呉本さんのオリジナルポチ袋でございます。いろいろ種類があるんですけど、一番新しいで言うとこれです。これです。この超かっちょいやつです。イルソイルソイルロイルロっていうことなんですけれども、意味何やったかな。はい、来年辰年ということなので、まあ、来年用のお年玉の袋としてご準備しておいてもいいのかなと思います。無人君です。クレモさん、おザブみたいです。おザブ、はいはい、すいません、もう取り放題今。取り放題もうヌビもすごいですよ。もう本当に焦点みたいほんまに焦点ほんまに焦点みたいに。これでまた悩むのよね。まず色で悩みの1本ラインか2本ラインにするかで悩むんですけど、こんな感じで揃っております。これほんまに可愛いですよね。これほんまにやばい。なんかあの運気アップしそうですよね、これ。ね、本当に。なんかここからパワー出てくるんちゃうかみたいな。もう座ってたら下からこう湧き出てきますから。そうなんですよ。なくなってくるから、ああ、今来てると思って。今なら選び放題。めちゃくちゃ種類増えましたね。そうなんです。うー。こういうのもございます。もうここはなんか出会いって感じですよね。お店に来てもらって、あとそのこれもこういうデザイン、はい、そう、いろいろございます、はい、これも最近人気のやつ、ストーリーでよく見る。そうなんですよ。このサイズ結構あの使いやすくて、あとママさんとかも携帯絶対離せないから、もう携帯とほんとちょっとした財布と鍵入れといたらもう絶対必需品。それだけ首から下げといてもらったら、うん、いいね、はい、ママさんめっちゃ良さそう。これでも軽いから、そうなんですよ。ちょっ と、はい、ポーズ決めてくれてる、はい、決まってます。こんな感じでございます、はい、決まってます、はい、優しい、はい、こんな感じでございます、はい、男の人はあんま大きいカバン持たへんからちょうどいいサイズよ、うん、ちょうどこの辺のサイズも、はい、ありがとうございます。はい、あとこれですよ、枕もございますので。枕も今ちょっとまだなんですけど、首枕がね、また新しくヌビの首枕入ってくるので、へめちゃくちゃ可愛いです。夏に良さそう。汗めっちゃ吸ってくれそう。こんな感じで呉本商店さんの新商品、まだ紹介してなかった新商品紹介させていただきました。いや可愛い、いつ来ても可愛い、いつ来ても新しいものがあるので、ぜひ皆さん鶴橋コリアタウンに来たら呉本商店さん寄ってみてください。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。終わり。